現時点でもその総会が流れておりまして、それを向けてやってまいりました。いずれにせよ、この原発に対する対応というのは当初から後手後手を踏んでおりますし、とりわけこの20ミリシーベルトの問題については、民主党としては、官僚主導を正すんだと、国民の生活が第一だというふうに、言ってきた基本的立場に戻るいろいろな事態がどんどん進行しているということで、本当に危機感、政権の存亡に関わるこの問題を放置することはできない、そういう危機感を持って、心ある仲間と一緒に頑張っていきたいというふうに思っております。民主党に対するご期待が大きく削がれるような状況の中で、私たちも責任を感じておりますけれども、しかし、本当の意味での改革というか、当初の理念をしっかり実現するためのそういう仲間を増やして、官僚指導の政治を打ち破るために頑張っていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。皆様お疲れ様でございます。衆議院議員の空本誠樹と申します。皆さんご存知の小坂俊三東大教授の研究室で二十数年前に活動しておりまして、放射線防護、そして放射線安全学、放射線の計測学、研究ずっと一緒にしてきたものでございます。今回実は原子力発電所の事故の収束に際してどうしても必要な人物、これは、環境影響公衆被曝の観点から小坂俊三教授が必要であるということで、私がこの長野町霞が関界隈に呼んできたものでございます。なぜかと言いますと、やはり今回大変悲しいことでございますけれども、シェルノブイリまでは至っておりませんが、福島原発で発生した事故によって、放射性物質が広範囲に拡散する、そしてホットスポットといわれる点在をしながら汚染地域が、線量の高い地域ができてしまう、こういう対策に対してはそのノウハウを持った方じゃないといけません。皆さんご存知かと思うんですが、小坂教授におかれましては国際放射線防護委員会、この1ミリから20ミリというような値を決めてきた国際放射線防護委員会ICRP というんですが、ここの委員を93年から2005年まで3期12年務めてもらいました。すなわちですね、このいろんな基準、国際基準を作るにあたっては実は十数年かけて見直しを行います。その時に、語学も堪能でいらっしゃいますので、中心人物として国際議会の中でこの数字を決めてきた本人、開発の経緯、そしてその数値の持つ意味合い、こういったものを一番理解しているのが、唯一日本でいらっしゃるのは小坂教授でございます。他に ICRP の委員をされた方、何人かいらっしゃいますけども、そういった長期にわたって、十数年、こういう値について取り組んできたという方、なかなか、おりません。そういった意味で、じゃあこれからですね、数字を決めたけれども、数字だけではいけません。現実的にどう対応するか、今、線量が高い土壌、そして芝生、皆さんも測ってらっしゃると思うんですが、芝生とか草の芽とか、ブッシュの芽とか、草むらとか、こういったところは線量が空間線量の数倍あります。土壌、地表面を置くとですね、大体徳島市内で2マイクロシーベルトパワーとか、もっともっとあるところもあります。空間は 0.7 とか 0.6 でありますけれども、そういったところをじゃあどうするんだと、その対策を一緒に示さなきゃいけない。自分たちが住むところについては、極力、地表面から5センチ程度、土壌を張ることが必要になります。そしてまずその前にやるべきことは、生活環境、皆さんが生活する中での
本当はこれお母さん方が来てからもう一度お話しさせていただければありがたいと思うんですが、いつも生活する地域に線量がどんだけあって、その線量が高いか低いか、それを確認した上で高いところは洗い流したり、表面の土壌を取ったり、こういったことを実際にやっていただく。今学校だけで表面を取ろうとしてますが、それだけでは全然ダメです。線量というのはこれからですね、風が、まったりすると再浮遊としていろいろ線量の高いところができています。またですね、水たまり、今汚泥処理場とかはですね、大変線量が高くなっています。なぜならば水で流されたものがずっと溜まってきています。そういったところもじゃあどう対応するんだ、その対応、線量が数日とともにですね、対策も一緒に示す、これが本当の政策であります、行政であります。こういったことを提言提案しようとして小坂教授も頑張ってこられたんですが、やはり今の対応がやはり後手後手に回っている。また法律、いろんな基準との整合性を持って、また国際基準と合わせた形ですね、数字を示し、そして対策を示す、こういったことが必要になります。本来はもっと話したいんですけれども、こういったものをしっかりと取り組んでいく、今回20ミリと言いますが、まずは実効的な他の、法律なんかと合わせた形で、私自身大学生の高いですので、当面の暫定としては5枚、年間 5BC 出ると、そして数年後には1、このぐらいにするしかありません。これは洗い流しても路上にあるものは消えません。もう今ですね、よくあるのは、発電所からまだまだたくさんの線量が降ってきてるんじゃないかと皆さん思ってらっしゃいますから、よくいらっしゃいますけれども、全てことは終わったのは3月15、16、21日です。この時に飛んできたもの、そして雨風で落ちたもの、こういったものが今地表面にあります。これをどうやってきれいにしていくか、その対策を打たなきゃいけません。でこれはですね、本当に真剣にやっていかなきゃいけません。しかしながら今みたいな線量の測定ではダメです。しっかりと生活環境、特に子どもさんが、よく手にするような泥の土、こういったところをすぐ全部調べること、そして草むら、こういったところが線量高いです。まずそこから頑張っていかなきゃいけないと思いますし、頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。